川本良平は、広島県呉市出身の元プロ野球選手、宇藤右内。現在は、アパグループの会社員で、東京本部法人営業部チーフマネジャー。中学1年で、シニアで保守を始め、高校は、ストック高校に進学。高校通算打率4割超、25本塁打と、強打の4番保守として、大活躍したが、県大会は、 進む学校の高校校に赤敗し、ベスト8止まりで甲子園出場はならなかった。最後の試合の打順は6番である。この打順が裏目となり赤敗した。アジア大学では2年上に小山義雄がいたため、2年までは一流医師と外野手を主に守っていた。2年時に阿大の春秋連覇に貢献し、内野手として日米大学野球選手権大会代表にも選ばれた。 その後小山の卒業後に、正保守に定着した。東都大学リーグ通算82試合出場、262打数56安打打率、2143本塁打、19打点、ベストナイン1回。大学では打撃の確実性に苦しんだが、2004年度ドラフト会議では、早くから川本をマークしていたヤクルトスワローズから指名を受けた。 四巡目指名ながら、推定契約金は上限の1億円と自由枠待遇の契約でプロ入りしている。背番号も古田敦也の次である28を与えられるなど入団当初からポスト古田と期待された。ヤクルト時代2005年は新人ながら一軍、キャンプスタートを勝ち取り、古田から打撃のアドバイスを受けるなど貴重な経験を積んだ。 早くから1軍を経験させるため、4月19日に登録枠が空いた際には、ごく短期間ながら1軍にも登録されたが、選手としての出場はならなかった。2軍では早くから起用され、フレッシュオールスターにも保守として内定していた。しかし、左手首を故障して、出場を辞退することになった。8月に手首の手術を決断し、残りのシーズンは、 リハビリに当てることになった。2006年は故障明けであることから2軍スタートであったが2軍で正捕手の座を確保しチーム最多の66試合に捕手として出場した。打率216日本類がながらプロのスピードに慣れてきた。2007年1月23日に一般人の女性との結婚を発表した。 2007年も2軍スタートとなったが、開幕から好調を保ち、俊足を生かして外野にも挑戦した。2軍で7月頭に、打率、打点、本塁打、盗塁、得点の5部門で、チームトップの成績を残したことが評価され、1軍に昇格した。7月7日の退巨人選で1、軍発出場発スタメンを果たし、5回に、深田拓也から放った初案だが、 プロ初本塁打となり、守備では、投手陣を、高リードして完封リレーに導くなど、戦烈なデビューを飾った。7月19日には、2年前に辞退した、フレッシュオールスターに5番1塁手で出場。8月半ばから1軍保守のスタメンに定着し、打率こそ、208と低いものの、最終的に51試合出場、7本塁打、6盗塁。 19打点の活躍を見せた。また、2軍では打率、315、6本塁打、12盗塁を記録した。2008年は3年ぶりの1軍キャンプスタートとなったが、2月8日に、全治1か月の左太ももの肉離れを発症し、出遅れた。2軍では、前年同様に、好成績を残し、5月29日に1軍に昇格した。6月半ばまでは、 打率3割を維持するなど、正保守定着となるかと思わせたが、補給のミスなどで信頼をつかみ切るには至らず、打撃成績も徐々に低下した。7月から8月にかけては、ベンチスタートの機会も増え、トールイソシリツリーグ1位を記録した、福川昭和との併用が続くなど、前年の勢いを一する形となった。二千九年は、相川良二が FA で横浜ベイスターズから移籍し、 正捕手争いがさらに激化した。第2、第3捕手としてベンチを温めることが多い中、8月7日の巨人戦で自身初の満塁本塁打を放ち、CS 争いが激しく繰り広げられていた最中に、相川が脇腹の肉離れにより離脱。残り試合のマスクを被ることになり、10月6日からの6連勝及び CS 出場に貢献した。 10月8日の阪神戦では、大きな追加点となる3号に乱本塁打など、シーズン終盤で大きな働きを見せた。2010年も前年と同様に控え保守として1、軍に帯同。4月3日の横浜戦では、山口春から球団としては40年ぶりの代打逆転サヨナラ本塁打を放ち、10月8日の巨人戦では、延長10回表に高木康成から、 勝ち越しとなる三乱本リーダーを放つなどの活躍はあったものの、シーズンの通算打率は190と精裁を欠いた。2011年は、相川に次ぐ2番手保守として活躍し、ドラ14兄弟と呼ばれた、松渕隆儀、村中京平、吉木、赤川勝則らの当番試合では先発マスクを、被る機会が多く、強気のリードで、若手投手の成長と躍進を支えた。 また、ダイソーでの出場機会も多かった。9月2日の巨人戦でソウル維持に負傷。当初は、右足首捻挫と発表されたが、後に、両足人体断裂と判明しそのままシーズンを終えた。2012年には、中村雄平の台頭に伴って、一軍公式戦への出場機会が激減した。ロッテ時代2013年3月25日に、 田中正彦との交換トレードで千葉ロッテマリーンズへ移籍。移籍後は、里崎智也の故障などを背景に、一軍公式戦で江村直也、金沢学と併用され、47試合に出場した。2014年には、里崎の故障離脱で、正保守確保のチャンスが訪れたが、一軍公式戦では、前年より少ない21試合の出場にとどまった。しかし、 8月6日の対東北楽天ゴールデンイーグルス戦では、6回裏に、ダイソーで出場。7回表からそのままマスクをかぶると、9回裏一死1.3塁で、迎えた打席で、ブライアン・ファルケンボーグから敵地打を放ち、9回、表までに5点差をつけられていたチームをさよなら勝ちに、導いた。2015年には、一軍公式戦への出場機会がなく、10月3日に、 球団から戦力外通告を受けた。2015年11月12日から、栗原健太、山内聡馬、勤務 A と共に、入団テストを兼ねて東北楽天ゴールデンイーグルスの周期キャンプに参加。星出身の監督、梨田正隆から、バッティングの良い星という評価を受けた。同月15日の紅白戦終了後、梨田が約4200人の監修の前で川本を、 含む4人全員の合格を発表。12月7日、コボスタ宮城敷地内のイーグルスドームにおいて、栗原、山内、金と合同での入団会見を行った。背番号は68。2016年オフの12月2日に自由、契約公示された。なお同年の学生野球資格回復研修を受講した上で、 翌2017年2月7日に日本学生野球協会より学生野球資格回復の適正認定を受けたことにより学生野球選手への指導が可能となった。独立リーグで選手権人コーチや軟式野球での監督などといった誘いはあったものの NPB 球団からの誘いはなく3月3日に現役引退を発表した。ロッテ時代の同僚である 角中勝也の激励会に参加した際、アパホテルの専務、元谷拓と知り合い、元谷から誘いを受けて、アパグループに就職。2017年3月1日より勤務している。2020年現在時は、東京本社の法人営業部で、チーフマネージャーを務めている。アパグループのホテル営業マンとしても活躍しており、ロッテ線で毎年開催されているイベント、アパホテルデーが、 2017年からヤクルト戦でも開催されるようになったのは川本がヤクルト球団社長の絹笠強しに自家団の営業を行った成果である。同イベントの元谷文子による支給式では川本が補守役を務めている。他、アッパホテルリゾート横浜ベイタワーの全室にオリジナルドライヤーを選定したのも川本だという。アパグループで 元プロ野球選手を採用したのは川本が初めて。プロ野球選手のセカンドキャリアのパイオニアになってほしいと期待を寄せられ、川本の後には、高辛子勇気や土田水木が入社している。打撃にはパンチ力があり、星ながら走力も兼ね備えている。大学時代は中堅守としても好守備を見せており、50メートル走のタイムは6秒1。以前は、 肩が弱点であったが、2007年には投入イソシリー410を記録した。ありがとうございます。